Алоха, с вами Swordflame, и мы продолжаем проходить Fairy Fencer F Advanced Dark Force. Погнали! いらっしゃいませ。 見渡す限りの砂だね。口の中までジャリジャリだよ。ああ、
な。この砂が全部砂金だったらいいのに。時々こんなのがパートナーで恥ずかしくなるわ。なんで？すっごいドリーミーじゃない？あー、でもこれだけの砂金回収する方が大変か。そう考えると現実感がなさすぎて冷めちゃうかな。そう？それよりここに本当にフェイスドロップがあるんだろうな。うん、それは任せて。前にも来たことがあるし絶対だから。前にもってどういう意味だ？あ、それはそれはいずれ詳しくお話ししますよ。では行きましょう。万が一誰かに奪われるという可能性もあります。おい、ちょっと待てよ。ファング、何やってんの？いや、本当に砂金が混じってるかもしれねえだろ。持って帰って調べてみようかと思って。夢と現実ごっちゃにしすぎ。いいから行くよ。おい、いいだろ別に、ちょっとぐらい。50回も共に戦いましたか。いや、これだけ戦うとお腹すきますね。これは記念の証です。さあ帰ってご飯食べに行きましょう。記念か。確か50回記念の時も同じようなことがあったな。お互いよく無事でここまで来られたものだな。これも女神のおぼしにして思い感謝しておこう。早いものだな。君と共に戦いもう50とは。だがまだまだこれからだな。これからも気を抜くことなく共に邁進しようではないか。
中身は？僕ですね。行くぜ。計らせてもやむ。はい。ほっ。よっ。何が出るかな。ほっ。はい。やります。やらせてもらう。詳細でね。見つけた。ところで、ロロってずっと一人なのか？うん、そうだよ。なんで？普通妖精ってパートナーが必要なんだろう。お前だけ一人なのも変だなと思って。どっかにパートナーがいるんじゃないのか？だからいないって。私はずっと一人。そうだな。強いて言うなら、お金が恋人みたいな。寂しいやつ。あ、バカにしたね今。お金を笑う者はお金に泣くんだから。泣かねえよ別に。てい言った。ほら涙目になった。そんな分厚い札束で殴るからだ。ほとんど鈍器だぞそれ。私の言葉が正しいことが証明されたね。そういう意味じゃなかっただろ絶対。細かいことはいいの。すべての道はお金に通ず。お金は正義、お金は潤い、お金は癒し。お金で幸せは買えないけれど、お金があれば幸せだ。お、最後のはちょっといいな。ではお兄ちゃんもご復唱ください。言葉にすることでお金様のご加護がありますので。マジかよ、やるやる。お金で幸せは買えないけれど、お金があれば幸せだ。宗教。エフォール、見ちゃダメ。目の毒だから。置いていこう、もう。何が出るかな。見つけた。開けてみよう。
先生。はい、よっ、ほっ、開けてみよう。早めに手を打っておいて正解だったわ。マイアノ、お久しぶりね、裏切り者のアポローネス。それにファング社長。なんだ、俺に会いたくて待ち伏せかよ。ずいぶん好かれちまったもんだね。あなたからそんな気の利いた言葉が出てくるなんてね。ドルファを離れて少し変わられたのかしら。俺はいつもこんな感じだ、バーガーな、アリン。誰よりも驚いた顔してんじゃねえよ。あ、ごめん。まさか待ち伏せされているとはね。高額のためにどうして私たちがここに来ることが分かったのか教えてもらえないか。簡単なことよ。あなたたちが私たちに対抗しようとするのならば必ず女神の力を頼りにするはず。あとすればここにあるフェイスドロップを手に入れることは必要不可欠だもの。お、私さえ知らなかった。フェイスドロップのありかを君は知っていたというのか。あ、そうか、マリアノには前の世界の記憶があるんだそういうことね、お嬢ちゃん。ガタガタうるせえな。詰まるところ戦うってことだろ。勝った方がフェイスドロップを手に入れる。大事なのはそれだけじゃねえ。そういうところよ。あなたのそういうところが私はたまらなく怖かった。ああ、頭がいいわけでもない、思慮深いわけでもない。だけどあなたのような人間は本能で真実にたどり着く。それゆえに私たちの脅威となりうる。なんだと？俺は頭は悪くねえ。ガキの頃は神童と呼ばれてたんだよ。落ち着けよ、ワコード。今のはそれほどけなしてはおらんかった。ああ、そう。じゃあいいや。ほんとバカなやつ。マリアノ様、もうやっちゃいましょう。そうな。クララ、フェアライズ。フェアライズ。来るぞ。お前ら準備はいいか。無論ですよ。君こそ足を引っ張らないようにね。へっ、誰に言ってやがんだ。終わらせましょう、ここで全て。邪魔すんなっての。行きますわ。けっ、行くぜ。行くよ。行く。始めるぞ。任せておき。僕ですね。やらせてもらう。必殺ギガンティックブロー。だー、覚悟なさい。力のみなぎりを感じる。測らせてもらおう。行くぞ。
イバンだ。行きます。やります。さーてと、任せておけ。行くよ。始めるぞ。行きます。詳細データを。ま、行くぜ。出番。病気？行きますわ。げっ、任せておく。さて。行きます。やらせてもらう。覚悟なさい。私が行く。消えておしまい。喰らいなさい、すべて。耐えられると思って。力が、うん、まだ平気。行くぞ。僕ですね。行くぜ。まだまだです。イバンだ。終われない。詳細データを。始める。アタックエフェクト。遅い。ルナティックダンス。アタックアタック。任せておけ。やります。安らかに。僕もまだまだです。強くなったみたいだね。
マリアナ様。フェアライズアウト、どうやらここまでのようですね。マリアノ、もうよせ。お前は負けたんだ。素直に認めりゃ命までは取らねえ。もうドルファなんてやめちまえ。邪神は俺たちが倒す。そうなりゃドルファの意味もなくなるんだぜ。ザレ事は邪神を倒せるなどとは思わないことね。覚醒した邪神に敵はないのよ。なんだこりゃ。煙幕、一体どこから。マリアノ様、今のうち。あなたはどうしてここに。話は後です。早く行くわよクララ。はーい、覚えてろ下等生物どもめ。取り逃してしまいましたか。そのようだ。何気にすることはねえよ。フェイスドロップはこっちのもんだ。これさえあればマリアノなんかに用はねえさ。あった、これだね。これがフェイスドロップ。分解して調べてみたい。おい、早く腹を押さえろ。本当にやりかねねえぞ。さあつくそ、話せ。たまらないんだ、限界なんだ。こんなもの間近で見りゃ誰だって。やれやれ、間一髪だったぜ。よし、これで材料は全て揃った。あとはこの3つを組み合わせてフェイスドロップの力を拡張してやればいい。ああ、揃えればそれで終わりじゃないのかよ。そんなに都合よくはいかないさ。ここからそれぞれの道具が持つ力をうまく引き出してリンクさせる必要があるんだよ。それだって口で言うほど簡単な話じゃない。ま、天才の私だからこそ造作もなくできるけどね。その作業にはどれほどの時間がかかるのですか。そうだね、早ければ数日、遅くても一月以内にはってとこかな。随分と幅があるな。そればっかりは仕方ないよ。何せ初めて目にするものばかりなんだ。理論は正しい自信があるけど、実践となるとやってみないことにはね。それに一つ心配事もあるし。心配？なんだい。これだけ興味深いものの数々が目の前にあるだけで興奮を抑えきれなくなって作業も滞るかもしれないってことさ。おっと、よだれが。失礼。本当に任せて大丈夫なのかな。心配すんな、そこは俺がちゃんと監視しといてやる。大事なお宝を分解なんてされちゃかなわんからな。ま、これから先はお前らにできることはねえんだ。俺とハーラーに任せてお前ら好きに過ごしてな。完成したら連絡するからよ。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。全力です。やります。行くぜ。放って。エクステンドエッジ。放って。そして。フィニッシュ。どうだ。任せておけ。私の番。みんな吹き飛べ。燃えてきた。フォーカスだ。さあ、よし、いつでも行けますよ。今だ。行きます。行ける。安らかに。これでまた一つ。うむ、ようやく戻ってきたようだな。また背負って。あと少し遅ければ火炙りにするとこだったぞ。状況開始。行きます。さーてと。セグ、じゃがり。準備しておけ。始めるぞ。散れ。待っていくよ。行くぞ。ふやふん、タイ
いない。やります。剣の輝きが増している。これでまた一つ。僕ですね。やらせてもらう。いっちゃがり。始めるぞ。次の試合力を発揮できる。私の番。任せておき。行きます。どうです？変身やっちゃう。やりましたね。行きます。行くぜ。どうだ。寝てて。任せておく。さて行くよ。リボンド。私が行く。次は誰だ。戦いはまだ終わる。やります。一つ行くぜ。アタックへでめったプレイマーサル君にセーフ。いっちゃがり。始めるぞ。行くぞ。いつでも死ぬ。またつまらぬ。
かかってこい。僕ですね。やらせてもらう。行く。任せておく。任せて。行くぞ。行きます。覚悟しな。頑張る。行くぞ。行くよ。任せておき。テンション上がってきたぜ。任せておく。行く。さてと。私の番。行くぞ。変身したい。さあ、いつでも行けますよ。頑張る。さて行くよ。さてと。力のみなぎりを感じる。行く。始めるぞ。行きます。やらせてもらう。次。出てくるべきじゃなかったな。状況開始。やります。行くぜ。頑張る。行くぞ。行くよ。私が行く。僕ですね。さてと。行くぞ。力のみなぎりを感じる。
まだまだ行くぜ。行きます。任せておく。私の番。覚悟しな。頑張る。いつでも真の力を抑えられない。イバンド。やります。さて行くよ。さてと。手加減せん。行く。さあ、ない、いつでも行けますよ。僕ですね。覚悟しな。変身したい。なんとか勝ったか。うむ、レベルアップ。見せてもらうぞ。行きます。覚悟しな。任せて。始める。始めるぞ。任せておき。僕ですね。やらせてもらう。出番。任せておく。私が行く。やります。任せて。エヴァ狙う。手加減せん。行くぜ。行くぞ。セグロ、準備しておけ。任せて。僕ですね。
やすい加減せ行く。いけるかも。私の番。任せておけ。奥ですね。頑張る。やらせてもらう。この程度で。手加減せん。行きます。いつでも真の力を発揮できる。私が行く。行くぜ。任せておけ。行く。行きます。覚悟しな。任せておき。私の番。始めるぞ。始める。今ならいける。行くぞ。次は誰だ。まだまだだ。いえいえ、まだ新しい。さあ始めよう。行きます。覚悟しな。行くよ。頑張る。任せておけ。任せておき。セグロ、準備しておく。僕ですね。さーてと。始める。始めるぞ。やります。
やらせてもらう。寝てろ、いつでも行けますよ。リボンド、いけそう。燃えてきた。任せておく。リボンド、覚悟しな。行く。次行きます。行くぞ。行くぞ。頑張る。さーてと、やばい、触れる剣の力。なんとか勝ったが。油断するなよ。僕ですね。やらせてもらう。任せて。行く。行くぞ。任せておき。やります。さーてと、出番。任せておく。行くぞ。僕ですね。始める。手加減せん。覚悟しな。任せておき。やります。出番。行くぞ。さーてと、リボンド、いくよ。テンション上がってきたぜ。行きます。任せておく。やらせてもらう。私が行く。力
任せて。力を感じる。始める。僕ですね。任せておく。行くぞ。覚悟しな。行くぞ。リバンド。さてと。さて行くよ。頑張る。やります。リバンド始めるぞ。覚悟しな。いくよ。いけそう。始める。僕ですね。行くぞ。手加減せん。さてと。さて行くよ。この溢れる剣の力。ああ、しんど。この力を正しく振るおう。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ありがとうございます。わはは、新しいことが始まる予感がプンプンするっつーな。これから何が起こるのか楽しみだっつーな。やっぱ冒険に重要なのは旅の仲間、一緒に戦う仲間だよな。つうわけでこれから仲良くやってこうぜ。
Ну что ж, получили еще одну Фьюри за эмблемку, и в следующем видео пойдем дальше по сюжету. Кстати, стоит сказать, что здесь схема точно такая же, как и в Колизее в Нептунии. Написан рекомендуемый уровень, но чтобы нормально убивать быстро врага, а не так медленно, как я сейчас, лучше все же иметь на 5-10 уровней минимум повыше, чтобы быстрее убивать врага. А еще лучше, если еще больше левел. Ну что ж, на этом моменте я это видео заканчиваю. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!